三平さんと奥様の三代さんでいらっしゃいます。奥様とてもおきれい、どうぞこちらおいでください。どうぞ。前々からおきれいな奥様と伺っておりましたけど、本当に、まあ、ご主人は莫大な借金作ったり、突然マラソンを始めたりと、はい、そんなご主人奥様はどうしていらしたんでしょうか。今日はじっくりと伺っていただきます。ようこそおいでくださいました。どうも、はい、お邪魔します。どうもよろしくお願いいたします。はい、1978年にご結婚になりましたんで、はい、当時波佐間寛平さん28歳、はい、奥様20歳です。20歳です。はい、で奥様吉本、あら綺麗な綺麗な結婚式あれですかね、波佐間寛平さんこの時白いのお召しになったの。はい、すごいですね、はい、綺麗な、ちょっと袴が色がついてるね、はい、ね、奥様、はい、お若いったって綺麗ね、二十歳でいらっしゃるんです。そうです、二十歳です。まあ借り物ですけどね。え、借り物です。まあ借り物でも何でもお綺麗です。すごいお綺麗じゃありませんか。はい、そう、あの波佐間寛平さんの方はちょっとなんかなんて言ったらいいのかしら、素敵でしょ。素敵です。素敵ですよ、はい、ね、素敵だと思います。なんかあの奥様とぴったりと合ってるっていう感じがします。ありがとうございます。でもあれですかね、あのもともと吉本、はい、吉本の、そうなんですね。はい、そうです。吉本新喜劇、新喜劇に入って、はい、まあ、在院で入ってきて、はい、そうです。あ、何歳の時に知り合ったんですか。私が18歳の時です。18歳奥様、はい、はい、あの波佐間寛平さんは僕が、27。そうですか。ねえ、いちいち奥さんに言われないと分かんない。すいません。いいんですけど。お互いの第一印象はどうだったんですか。まあ、子供でしたからね。まあ、若いね、18。はい、18で、はい。私はもう、顔がタイプだったんです。本当に、はい、それ素敵でしたね。はい、じゃあもうすぐ素敵って。そうですね。あの、まず最初は、あの、もちろんこちらはあの座長さんでしたから、あ、そうなの、はい、あのとても近づけるような感じではなかった。あ、そうですか、はい、常に後ろ姿ばっかり見てて、あ、すごいなんか哀愁があるなっていう感じだったんですけど、いや、あの顔がタイプでした。顔がタイプ、はい、はい、それであのもう顔がタイプなんだけど、そのきっかけみたいな、知り合うきっかけはなんか傘なんですって。傘、あのある番組に私が、あの主人がレギュラーしてる番組に私もそこに入れていただいたんです。でその時にあのお稽古が夜9時からあの夜中12時ぐらいまでありまして、で私は毎日あのそのお稽古する時には傘を持って行ってたんですよね。あのもちろん電車で、あの通勤してましたから危ないからと思って傘を持ってたら、主人があのなんで傘いつも毎日持ってんねんって言うから、いや、あの電車降りて危ないから傘を持ってるんですって言ったら、じゃあ俺が送って行ってやるわって言って送ってくれるようになった。そうですか、はいはい、それがずっと、そうですね、それがずっと、まあ、で結婚なさるまで、はいはい、ずっとですね、はい、送ってくださってることについてはどう思いになりました。いや、あの最初は本当にもう座長さんですし、あのそんな私なんかお話ができるようなもうそういう、じゃない、はい、もうこう見えましてもすごいね、あのそんな近づけないと思ってたんですが、あるあのその女性のその大先輩の方から、あのいや寛平ちゃんなら、私はそういうつもりでお聞きしたん違うんですけれども、あの寛平兄さんが送ってあげるって言ってくれてるんですけどいいんですかねって言ったら、いや寛平ちゃんなら間違いがないから送ってもらいっていうことを言っていただいて、それからずっと送ってください。それで何にもなく、はい、何もなく、何もなく、はい、送っていっては買い取ったり、はい、それでありがとうございます、はい、はい、はい、その時になんだかあの恋人いるってお聞きになったことあるんですね。ああ、僕がね、はい、うん、聞きました。あの送っていただいてる時にいろんな、まあ、お話をしますよね、お互いそれぞれの、うん、だなんか主人はあのまあね、今はもうちょっと時代がもう45年ぐらい前のことですから、あの誰かと付き合ってるとかっていう女の子はダメっていう人だったんですよ。それであの誰か付き合ったことあるって言うから、あ、はいって言って私が写真を見せたんですよ。そしたらお前ちょっとおかしいん違うかって言われて、
でそれが私がもう恋焦がれてる小学校3年生の時から好きな萩本欽一さんとの写真だったんですよ。萩本欽一さんお好きですか？はい、あら顔が好きなんです私。顔が、はい、私全然顔で決めるんです、うん、でもう欽ちゃんのもう顔が大好きで、うん、ずっと今でもそうですね。でもその人のこと欽ちゃんが好きってお聞きになった時は寛平さんどうだったんですか？だから僕ちょっとこの子変わってるよなと思ってたんですよ。はい、それも欽ちゃんなんかもう大スターじゃないですか。その人がもう好きや好きや言ってたから何を言ってんのやろう思ってたんです。はい、でも、まあ、欽ちゃんと結婚ができるか一緒になれるかと思ってたんちゃいます？いや結婚できるとかとそういうね問題すごく憧れ皆さんが今まで言った、まあ、ジャニーズの方を好きもちろんねそれは結婚したいっていう気持ちはありますでしょうけれどももうすごい憧れてて今まで世の中で好きになったのはもう萩本欽一さんだけだったのでこの人ですって言ったんです。それはどんなお気持ちでした？それをお聞きになって。ちょっと何を言ってんやろちょっとおかしいやっちゃなっていう感覚でしたね。なるほど、はい、で結婚できへんでって言うて、まあ欽ちゃんと結婚できると思ってんのってそういう具合にずっと言ってたな。そうですね、はい、でもそれさ欽ちゃんが結婚してるってことが何かで分かったんですって、はい、ある番組のなんか緊急ニュースみたいなのに上にテロップが流れて萩本欽一妻発覚って出た時に私もそれ見た途端に40度の熱が出て本当に風疹になったんですよ、うん、どうしてでしょうね、はい、風疹にかかったんです、うん、それで2週間、うん、吉本興業を休まないといけなくってお休みしてたんです、でその時に、うん、わざわざお見舞いに来てくれて、はいはい、欽ちゃん結婚してたよなって言われたからしてたよねって言っていや欽ちゃん結婚したからもう仕方ないよなっていうので、うんまあ、それからずっと慰めてくれはって、はい、もう顔が好きだったのが心も好きになったんですよね。でも優しさが分かったんです。こちらはこの方のこと好きだったの、うん、好きではないですけどね、まあまあ子供みたいに思ってたから、うん、送りに行ったりしてる時、はい、可愛いっていう感じ。可愛いっていうよりまあ他好きな人ができたら結婚したらええやんっていう感覚でしたけどね。おお、はい、でもそういう人がね、はい、いなくて実はもう欽ちゃんで欽ちゃんも結婚してるって、はい、寝込んだりなんかしてるでしょこちらは。はい、そういう笑ってましたけどね僕は。誰が笑ったの？これさ、怒っちゃうか。失礼だね。笑ってましたけどね。笑ったんですかその時、はい、うん、でも笑っただけでじゃあプロポーズしようかなっていう気はなかったですか？なかったですね。はい、でもどうして結局は結婚なさることになったんですか？いやそれは好きだったんですよね。そうですよね。そう思いますよ、ね、そうじゃなきゃ毎日送りに行かないんですよ。そうですよね。いやでもね僕はその時に徐々に借金がどんどんできてきて借金だったんですかその時？この時どんどん借金ができてきて、あ、会社的にもうこいつはあかんと、この子がいとかんともう無理やなっていうことで会社がそう考えたんか、結婚せえ言うて会社がもう全部決めていったんですよ。こういう人はついてないとダメだからって、はい、いうことで。だから結婚式あげる日にちも式場も全部勝手に会社が決めていった。でもそれは会社がそういうことを決めた時に狭間寛平さんのこと結婚してもいいと思いになったの？そうですね、うん、なんか変に年齢は違いますけれど母性本能っていうか、まあ、この人 の本当の気持ちも顔も好きだったし。そんなに違うんですか？9つ違うんですけど、はい、だからこっちが上、まあ、上です、まあ、それで、まあ、だんだんあこの人ならっていう気持ちでしたね、うんうん、その時も借金とかは私知りませんでしたから、はい、いつおっしゃったんですか？だいぶ経ってからやな。そうですね、はい、結婚してからでしたね。結婚してから、はい、それで子供ができてからです、ね、それでどうなったんですかその借金は？お父さんとお母さんのためにってこの人がまだ独身の時に買ってた家があったんですよ。でその家をどうしてもやっぱり手放さないことには払えなくなったので手放して、それで
あの全部私が払いに回ったんですよ。ちょうど二十歳結婚してすぐです、はい、でこの方奥様でいいって思いになったの、まあ、かまあ会社が決めたしまあええか思って往生際が悪いわ ね好きだったとかなんとかっておっしゃったらまあ言うたことないんですよ。あ、本当にそうですね、はい、さっきあそこで手ちょっとつないでくださいって言ったら、はい、初めてだっておっしゃったじゃない、はい、ないですね、あれ本当なの、はい、今日初めて手つないだんですか、はい、あらやだ、結婚なすって何年？44年ですね。はい、ないですね。じゃあ好きっておっしゃったこともないの？ないです、ね、おっしゃってみたらちょっと恥ずかしいよって恥ずかしいです。恥ずかしくさっていいじゃないですか。いやいや、何ですか？だいたい言わんでも分かるでしょ。それはそちら分かってるかもしれないわよ。あのでもやっぱり、ね、何でもそうですね、うん、あの言わんでも分かってるやろって、あの何事もそうです。まあ子供できてますからねでもそれはね、私好きだよと関係ないと思います。あの一回だけ、あ、まあ、あの別れてくれ言うたことはあるんですよ。なんで？あのもうどん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 借金が増えてきて、うん、こいつに迷惑をかけると、うん、なった時に、あの お母さんこっちの親も呼んで、で僕とこの親も呼んで、はい、でみんなで家族会議ですよね。家族会議でとりあえずもう別れてくれと、迷惑かけるのが嫌やからっていうのは言ったことあるけど、それ以外は僕別れてくれ。その時奥様なんておっしゃったの？いや、その時は私は、うん、私この人のこと嫌いでもないし何でもないし、今別れ、まあ、この人が私を嫌いだって言って別れてって言うんだあればもう仕方がないんですけれども、別に借金があるから別れてって言うんであれば責任を感じて、私は今のあなたでは別れられない、あなたが私を嫌いになったら私別れますけれども、今のあなたは私嫌いになってもないから、どうして別れないといけないんですかって言った。いい奥様じゃありませんか。でもねえ、はい、そんな甘えん坊なんてやってる場合じゃないですよ。そうそうそう、一人だよ、徹子さん大好きって言ってくれた。いくつになっても甘えん坊かわいい、ありがとうございます。まああのもう一回やって、はい、もう一回いくつになっても甘えん坊、あらかわいいおかわいらしい、ありがとうございます。それから一番最初に来た時になんか会議のってやってくださったじゃない、はいはい、あれもちょっとやっていただいていいですか？あれちょっとやって、かいいの、かいいの、はい、うん、あ、徹子さん何してるのって聞いてあげて、何してるの、かいいのかわいいありがとうございます。ああ、そう言わなきゃいけなかったのね、私何してんのってね、はい、でも一緒に暮らしてるとでもこの方は楽しいですか？いや、うん、そうですね、楽しいっていうか、はい、常にね、もう本当に毎日、この人のギャグじゃないんですけど、泊まると死にんちゃっていうぐらい毎日いろんなこと、あれしたいこれしたいあれしたい、ずっと言ってます。44年間結婚生活の中でそんなすごいの前に、はい、あ、だから奥様はそのことがとってもいつも見てらっしゃるので、はいはい、そうですか、はいはい、尊敬してらっしゃるのか。そうですね、だから好きって言ってほしいとか好きとかじゃなくって、人間として本当に、あ、これだけいろんなことに対して夢を持って、ま、もう72歳ですから、ま、年齢で言うんじゃないんですけれども、ちょっと守りに入るかなと思う。違うんですか？それはそうですよね、はい、あの世界一周、はいはい、あのアースマラソンに挑戦なさいました、はいはい、それでずっと走ってらっしゃる最中に、あの前立腺がん、晴れたんだね、でも そんなところでがんになっちゃって、はい、奥さんもそれを気になった時どんなでした？あの、そうですね、主人に言う前に私たちはちょっとおかしいんじゃないかなってスタッフの方からお話をいただいて、うん、で、この人が海外でね撮ったレントゲンとか診察していただいたものを、日本で私がいろんな、もちろん東京のお医者さんもそうですし、九州のお医者さんのところまで行って、どうしてこの人は必ずあの成功するまで、あのゴールするまで日本には帰ってこないってずっと私に言い続けてたので、はいはい、なんとか、うん、あの走ることを
が終わることだけはこの人の夢を途絶えてしまうことだから、ずっと走り続けるにはどういうふうなその手術するとか、どういうふうに、ま、あのゴールしてから日本で手術するとか、はい、マラソンやってる途中の話ですもんね。はい、そうです。で結局手術はそれで無事に終わって、はいはい、それでまたトルクメニスタンに戻った、はい、でそこからまた走って、まだ、はい、走りました。で無事完走なさった時はどんな感じでした？いやーやっと終わったかっていう感じでしたけどね、うん、はい、本当に私まで拝見してたけど、まあなんか砂漠みたいなところ歩いてらっしゃるところ、日がカン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 ってってとこ一人で、はい、あーとか言いながら歩いてました。あの東に向かって行ったわけじゃないですか、ヨットで渡って、うん、ずっと東に、うん、東にずっとこう太陽が上がるところに向かって朝起きては走って行っとったんですけど、あー西から帰ってきたから、うん、地球は丸いんやなとそれ分かりましたね、はい、さあようございましたよね、分かってそうですよね、良、ね、かったです、ほんまようございました。でどのぐらいかかったんですか、日数は？2年と10日ぐらいだったかね。まあ、2年10日かけて地球が丸いっていうのが分かっただけでも随分良かったですよね。そうです、ね、そんなの自分であの発見する人少ないですもん ね、 そうですね。え去年は芸能生活50周年、はい、今年は51周年で、はい、記念ツアーなさってるんですね、はいはい、うん、開催中、うん、はい、ずっと待ってるんです。でも時々できなくなるところあるでしょ、場所によっては。いやでも今のところはまあなんとか。でなんか歌をお作りになったとかって聞いたんですけど、はい、どんな歌なんですかそれは？あの八九十の歌で、コロナに負けるな、コロナに負けるな、ちょっと歌ってみていただいていいですか？それじゃここでメロディーどっかにないですかね。あ、これ、そう、パクパクとパクとね、手洗いマスクにディスタンス、コロナの上へ行く八九十、はい、あのコロナで五六七の上へ行く八九十。あ、そういうふうな、でも今可愛かったですね、はい、ね、可愛い歌ですよね。はい、まあさっきも申しましたけど、はい、この機会ですから、はい、勝手なことしてきて
ありがとうってちょっと奥様に感謝の気持ちの言葉をおっしゃっていただくのはどうでしょう。そうですよね。ね、そうでしょ、奥様だってそうおっしゃってますよ。はい、ありがとう。まあ本当結婚して何年かな。43年もうすぐ44年やけど、はい、本当にまあお前がいてくれたおかげで本当にこう芸能生活50周年プラスワン、はい、51年、本当にこうできたのはお前のおかげやと思っております。いてなかったら多分もうやめてたと思う、うん、ありがとう。ありがとうございます。はい、奥様がいらっしゃらなかったらやめてたと思う。多分やめてましたね。そうですか、はい、よかったですよね、奥様ね。今待ってて涙が出るような思いでした。私嬉しくて、おっしゃってくださったのね、はい、いかがですか、今まで一度もありがとうなんておっしゃったことがないっておっしゃってたけど、はいはい、そうですね、本当に私一度も綺麗事でも何でもなくって嫌いにはなったこともないんです。ただただこの人が笑顔さえ、もうこの人が悲しむ顔とか辛い顔とか嫌な顔されてるのが一番私が辛いんですよ。だからこの人の笑顔を見るために見るためにって、私もちろん43年間一緒に暮らしてきましたので、うん、それでなんか今言っていただいたのがなんか私がなんかご褒美いただいたような。ああよかったですね、はい、うん、別に私が全然我慢してるわけでも何でもないんですよ。もちろん私のことでも主人が腹立つこともあるでしょうし、お互いに夫婦だからこともあるでしょうけれども、それを徹子さんのおかげでこういうふうに言っていただけたっていうのは、はい、やっぱり口に出していただいた嬉しいものですね。よかったです。ありがとうございます。私だってすごくもう胸がいっぱいになりましたよ、はいはい、ありがとうございました。前からね素敵な方だと思ってましたけど、今日本当にねいい方なんだなと思いました。いやもう好きにならないでよ、徹子さん取らないでね。大丈夫、取らないから大丈夫、取らないでね。大丈夫ですよ。なんか新ネタあります？新ネタなんかネタ急に背骨見えへん。かわいい。よかったです。すごいギャグね。背中見えへん。でもそれは確かによかったですよ、見えなくて。そうですよ、それで見えたら大変大変ですよね。なんかお元気だ、健康の印。はい、ありがとうございます。本当に背骨見えへん。わかりました。いや、急に言われたから。いいです。今の面白い、末永くお幸せに、はい、どうもありがとうございました。徹子の部屋はテラサで過去の放送回を配信中。無料見逃し配信はアベマ、TVerで。おしゃべりクッキング、今日はナスとベーコンのスパゲッティ。